こんにちは、パルヨガのサンです。前回のヨガの続きをご覧ください。日々緊張が強く眠ることも困難な日が多いコウタさんに、まずは伸びの運動をしてもらうことにしました。次へ向けて体勢変換します。肩を固定することにより先ほどよりもしっかりと体の側面を伸ばすことができています。肋骨周りの緊張を取り深呼吸を促します。肩や胸の緊張が少し緩和されたコウタさんに、今度は下半身のストレッチを行うことを伝えます。まずは両方の膝を折り曲げて引き寄せて腰をストレッチしました。こうして腰に痛みがないかを確認した後にねじりに入っていきます。腰をひねった方向と反対側に顔を向けていきます。この体勢で心地よく呼吸を繰り返してもらいました。より体の側面を伸ばしてもらうために手を添えています。反対側も同様に行ってから、このねじりが終わったことをお互いに確認しています。次に座った姿勢に戻ることを伝えてから、両方の手を引き上げて誘導。彼が座り、私が彼の前に座ってから、最後の動作に行く前に指の先、指もみをしました。手指にはたくさんのツボがあります。今後その効能を生かしていくために、彼に指もみ、指ヨガをしていただきたいので、今回はそれに少し慣れてもらおうと思いました。それが終わってから今回最後の運動に入ることを伝え、私は彼の後ろへと回りました。背中合わせになって前後運動から、彼に私の上に乗ってきてもらうように声かけをしています。後ろ後ろ、そう天の声さんに助けられ無事終了です。肩や腕などを揉みほぐしながら終わりに向かっています。慣れない人、慣れない場所でたくさんのことを行い、お疲れになったと思います。足を組んで終わるかな。じゃあ今日はこれで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。これからもコウタさんのお母さんやヘルパーさんからコウタさんのこといろいろとお聞きしながら、定期的な運動を通しての健康づくりをお手伝いできたらと思います。コウタさん、お疲れ様でした。また待っています。